はい、緊急収録、ザ・ノイジーですとも、よろしくお願いします。よっ。フラッシいや、違ュ！あーっていうことう。ですね。ディセビユニバース。ということですね。私たちがもう大プッシュして応援してる DC のですね、アメコミヒーローの映画。ザ・フああ、ラッそうシュ。か、こそうちらか。の映画がですね、今、最新予告編が上がりました。6月16日、日米同時公開ということですね。久しぶりにちょっとね、まあ、あれ、ブラックアダムでしたっけ？なんか、あれがね、面白かったんで、ちょっと私は、ちょっとね、また今回の予告編もね、ビッグな、スターがですね、また改めて大人気キャラクターをですね、演じるということで、かなりちょっと胸ワクになりましたんで、まあちょっとね、急遽ね、ちょっと大ちゃんをお呼びして、ザ・フラッシュの予告編を見て、まあちょっと感想をちょっと、語っていきたいと思います。大ちゃん、よろしくお願いします。お願いします。いやー、ちょっと、まあね、予告編見る限り、また過去と未来といろんな、多分平行世界なんですかね、これバースっていうか、今、マルチバースみたいな感じの。そんな話なんですかね、これ多分は今なんです回。けど、結局、大元ですね。フラッシュって、ちっちゃい頃に、別次元から来たフラッシュらしきものに、お母さんを殺されちゃって、そのお母さんを殺したっていうのをお父さんのせいにされて、誰だかわかんないから、それでお父さんが投獄されてて、大人になって、一応、あれか？映画版のフラッシュは検視官になってんのかな？科学捜査班に受かったってとこだったんじゃなかったかな？映画版だと。ドラマだとそれはもう科学捜査班に、ドラマだよな。ドラマになってるっていう設定ですけど。で、今回はだからそのフラッシュポイント、フラッシュポイントって言ってたから、俺は、最近でもないのか。もう5、6年？ 10 年ぐらい前に出た漫画のやつをやると思ってたんですよね。あ、フラッシュフラッポインシュトっポていイントっうてタイ作プ。品、シリーズとかそれがあったんだ。エピソードが。あるんです、あるんです。要はフラッシュって、速く走りすぎて次元を超越するどころか、まあ、時間を超越するだけじゃなくて、次元も超越して、いわゆる平行世界のどこにでも行っちゃうって言って、いうキャラクターで、しかもそれをごちゃ混ぜにするみたいなことも、なんていうんですか、走った、なんていうんですか、影響で出たりするんですよね。混じっちゃうの？で、それ平行世界同混じ士で。ることも、何かしらの表紙であるんですけど、で、それがフラッシュポイントっていうことでいいんだと思うんだよな、これな。これだはからじゃあ多分です。もう予告編で見てると、じゃあまたお母さんが死なない世界を作るためにこうやって走るっていうところからスタートじすゃるってないことでなすのかかな？ね、多分。それで行こうとするって、多分、ほら、一応、紹介編は、なんだ？ジャスティスリーグか。ジャスティスリーグで一応は終わってんじゃないですか。だから彼のオリジナルをやろうっていう時に、多分、また、マーベルみたいなことはできないじゃないですか。一本で、彼で一本、二本、三本、多分やる気ないでしょうから、そもそも。だから、とりあえずその大きい話を持ってきて、人気が出たら次につなげるってことで作ったんでしょうね、当初。これは牧さんもおっしゃってた、ブラックアダムとか、あれがダメなわけじゃない。まあ、向こうでヒットしてないのか。そんなにいかなかったっていうね、これね。それと、まあ、例のごたごたでなく、ちょっと白紙に戻っちゃったっていう話じゃないですか。そのシャザムとフラッシュとブラックアダム以降の話が。だから、つなげる気で多分もともと作ってると思うんですよ。これ、いろんなものに対して。だけど、まあねえ、まあ今まで出てきたバットマンは出てきましたね、二人ね。まあ、とりあえず二人ですけど。だから、彼らが絡みの、まあ、予告編見るだけだとスーパーマンはいないってことなんでしょうね、多分。もうゾット将軍、なんかノリノリで来たけど、なんかね、地球を破壊するところに、あそ来てこにるスーけど、パーあマそンいこないっにてことね。いないってことなんじゃないですかね、多分ですけど。だから、
あれを連れてく、まあ予告編で出てきますけど、スーパーガールが、うん、を連れてくるって話で、だあのスーパーガールの警察に捕まって軟禁されてるっていうのは、あの子のキャラクターってなんかあるの？大ちゃんが察するに。ね、スーパーマンがずっと捕まって牢屋に閉じ込められちゃってるっていう話はあるんですよ。元々、コミックの方で。あの、ケント夫妻に拾われないで、アメリカ、アメリカかな？アメリカの、だから、なんか、諜報機関じゃ、なんか、やっぱ、そういう秘密組織じゃないけど、なんかそこに捕まってて、ずっと軟禁されてる状態、今の横芸に出てきたあの子みたいな状態で、それこそ、なんていうんですか、体も全然太陽に当たらないから、虚弱っていうか、その遅いまんまでっていう状態で軟禁されてて、助け出されんだよな、あれな。漫画だとですよ。漫画だとそういう話があったと思うんですよ。それで、パワーが解放された途端にもう、歯止めが効かなくなって大暴れするみたいな。だから、あのスーパーマンっていうのは結局、ケント夫妻に育てられてるから人間らしい心があるけど、その牢屋に閉じ込められてた彼は、全くそれがないから、もう、あらゆるものに対して敵をむき出しにするっていうキャラクターで出てきたと思ったけどな、確か。それで、ちょっと大変なことになるみたいな漫画があったと思うんですけど、今回は、の予告だけ見る限りですよ。あれをだから、そうなってるのが、いとこのカーラ、まだスーパーガール。で、彼女は、もともとそのコミック、でいいんだよな。コミックの時はいやもちろんあれですよ、後付けの設定だからあれですけど、スーパーマンを助けに行くために、あ、カルエルね、先に送り出されたあの子がちっちゃいから面倒を見るためにつって、いとこの、 あのお父さんが頼むのか、カルエルのお父さん、ジョーエルが あの子を助けてくれつって一緒に送り出す、一緒じゃねえな、送り出すんですね、後からね、クリプトンが崩壊する前に、で、そしたら次元、タイムスリップじゃなくて、だワームホールかなんかの関係で遅れてきちゃうんですよね、彼女だけ、だから地球にね、地球には来るんですけど、遅れてきちゃうんですよね。それでもうとっくに彼はスーパーマンとして大人になってて、彼女は送られた時の状態で来るから、まだ子供、まあ、10歳までいかないのかな、離れてるって設定で、っていうのがスーパーガールだったと思うんですよね。前のやつもそうだった。ま、あ、違うか。前の映画そこはやってませんでしたよね。いとこだっていう設定だけです。そう、もうそれだけだよね。だから、で、今回のは多分なんですけど、俺、その、スーパーガールのその、派生で、その、彼女が捕まってるっていう派生があるのかどうかちょっとわかんないんですけど、俺が知ってたスーパーマンにそういう話があるっていうのは知ってたんですけど、でそれをどうやら後ろに映ってるこの人とのバットマンと、まあ、ベン・アフレックのバットマンが切り札だっつってまた助けるんじゃないですか。こんな手開いたらパッて映って後ろにいるってことは、まあそういうことなんじゃないですか。あれはキートン・バットマンだよね、あの体型ね。キートン・バットマンでしたね。だからあの世界、まああれが地続きの世界、だもしかしたらキートンの世界にスーパーマンがいないとされてたけど、実は彼女が捕まっててってことなのかもしれない、ね、刑務所っていうか、その現状の監視下に置かれてるっていう、でそれがスーパーマンじゃなくて今度は女の子でっていうことじゃないかっていうね。なかなかちょっと今回の復縁は結構俺素直に楽しいなと思って、俺映画のフラッシュね、ジャスティスリーグはちょっと悲しい話だけど、結構演出がキレキレだったじゃないですか、なんかあの活躍って、いやちょっとこれは熱い感じがするね。ちょっとマーベルにはないちょっと熱さを感じたね、俺のはね。なんですか、ジャスティスリーグのあのメンバーの中で唯一彼妖精じゃないですか。明るいキャラクターじゃないですか。明るい感じだよね。バックボーンはちょっと暗いですけど、お母さん殺されたり、お父さん刑務所にいてって、ちょっと暗いですけど、唯一その冗談言ったり、まあスパイダーマン的なポジションじゃないですか。マーベルで言うとね。そうね、あの冗談でそういうのをごまかしてるみたいなキャラクターだから。だから多分それで行こうと思ってるし、で今回もう画面上に映ってた、もう
確実にその別の世界の本人が別にいるわけじゃないですか、うん、だから、うん、だからそこはねえ、しかもあれバットも、あ、バットウィング乗ってたでしょ、もう一人の方、うんうん、まあバットマンと協力して何かしらと戦うってことなのか、その狂った次元を元に戻すために何かするのかとかってそういうことなんですかね。いや、まあいずれにせよ、うん、そのお母さんが生きてる世界を探すんだっていうセリフがあるじゃないですか。うん。うん。だからそれはね、ドラマの方でも散々やるんですけど、全部失敗するんですよね。もう、お母さんは基本的に生きてる世界、え？あったんだっけ？ないんだよな。トータルで言うと、いずれ死ぬっていう、あれなんですよね。なんかしらは。程度の差があるぐらいで、いずれにしても亡くなっちゃうっていう、最後の待ってる世界だね。うん。うんうんこれあれテレビ版のフラッシュあるじゃん、あれとのザッピングってか、はいはい、それもあったんだっけ。はドラマの方でこの映画の彼のフラッシュが、うん、まあいわゆる丸同じことやるんですよね。あのフラッシュポイントのような、まあだから高速を超えてさらに亜高速を超えて最高速度ってなった時にまたちょっと歪みが生じて、ある繋がって彼が出てきて、君なの？君か？みたいな、まあ、あれですよね。あれなんだっけ？クリスマスじゃなくて、なんかのそのスペシャルかなんかでやったんですよね、それね。スペシャルドラマみたいな感じ？そうっすね。その中の、あの、なんだ、あの、ドッキリとして入ってた回があったか、じゃなかったですかね、確か。あの、クロスオーバーだっけ？あのドラマシリーズって、その、1年に1回クロスオーバーって、他のキャラクターと全部大集合みたいなことやってたんですけど、あのアローとかね、アローとかスーパーガールとか、うんうんうん、他のみんなと、うん、でそれの一環としてやったんじゃなかったか、まあ、いずれにしろ出てきてるんですよ、ドラマの中に彼がね、映画の彼が。だから俺は多分今回これ出てないですけど、逆もあんもう、一応あのフラッシュももう終わりなんで、まあ、そうなんだ。ドラマの方、結構あれ長いよね、あのドラマシリーズも、ね。あの、もう、一応なんだ、もう、決めたんじゃないですか？第8シーズンまでやったらおしまいって。だから、すごいね、アローが第8シーズンまでやってたんだ。アローが第8で終わったから、うん。で、スーパーガールもこの前、あ、去年終わってんですよね、多分ね。去年、うんうんうん、去年かな、うん、去年、うん、去年だよな。で、フラッシュも、だからそれに続いて、だから多分次で、え？次で終わりなのかな。だから大体 8シーズンか7シーズンやってるんですよね、多分ね。うん。では、それはまあ役者さんの都合だと思うんですけど、あれだけ、だって7年じゃないですか、だって拘束されてるのが。すごいよね。だから、彼も出てきそうな気がするんですよね、俺逆に。これ予告出してないですけど、せっかくね、フラッシュっぽい、あの、その、マルチバースだって言ってるんであればですけど。うんうん、まあ、あと、あの、俺としてはもう一人、あの、ほら、まあ、マイケル・キートンもそうだけど、もう一人フラッシュいるじゃないですか。あの、ちょっと、あのね、あの人、あの人いるじゃないですか。なんでそっちは出さねえのかなとかって、いや、ほら、どうしよう、ドラマの方には出てんだよね。まあ、俺が知っている実写版のフラッシュ1代目はなんか出てんだよね。そうですね、そうですね、うん、出てます。もう、あの時はもう俺、フラッシュなんて全く知らなかったから、なんだこの赤いタイツの超人はと思って、結構半笑いでずっとレンタルで見たんだから、なんだこれ面白いなと思った。いや、あれはでも意外に日本じゃ、レンタルビデオで相当回ったんじゃないですか。いや、ね、あ、まあ時代が違うからさ、もっとね、ちょっとビデオ合成の早送りみたいな感じの時代だから、ね、うんうん、で、なんかちょっと、とにかくあの、すべてが行動が早いっていうのがすごいおかしくて、なんかね、コメディ。あと、マーク・ハミルもね、今みたいに復活してくる前のマーク・ハミルがさ、そうですね。なぞら的な感じの、なんだっけ、あれは。ね、おもちゃの、あれだ、おもちゃ、爆弾とか、そのおもちゃでその悪さするやつ。うん、そうそう。うん。あのもう、だから、あれがだから多分ね、あの役やった前後、うん、で、あの、
バットマンのアニメのジョーカーのだ、ああいう声を出すようになったんですよね、うんうんうん、マーク・ハミルね、多分ね。ちょっとサイコパスっていうか、ちょっと言っちゃってる人もね。まあ、どうなんでしょうね。もうほら、マーベルみたいにほら、つなげてないでしょ、そんな、いろんなものを。だからそれこそからなんかちょっとプロジェクトがいっぱいちょっと中断みたいな話になっちゃってるから、まあ、これね、だけどベンアフのバットマンもなかなか息が長いね。なんかもう完全にもう終わりかと思ったらちょこちょこ出てくるね、まだまだ。だからあのオートバイに乗ってたのは多分ベンアフレックですよね、あっちの方だよね。これあっちのやっぱキートンバットマンのモービルとか出てくるのかな、全部。これだ、バットウィングはキートンバットマンでしたよね。ね、多分あのバットケーブも洞窟もキートンの、うん、だあそこに多分頼みに行くんじゃないですか。なんかわかんないですけど。いや、やっぱりあれなんだね。やっぱ DC バットマンはやっぱスターなんだね。こうやって見てると本当に。うん。でも俺いや今ほら名前っていうかその予告でも出てこないからあれだけど、うん、ノーランっていうか。チャンベイは出ねえよって言ったんですかね、わかんないですけど。もうだから、もっと成功したらってことだよね、多分ね、これ。まあ、いや、本来ね、だからその、フラッシュ同士の絡みなのかと思ったら、そのバットマン、だ俺、ほら、スーパーマンの彼がもうやらないって言って、これに出なかったじゃないですか。いやブラックアダム、最後、ああ、言っていいんだっけ、もう言っちゃってるよね。ね、出てくるんだけどね、もうまだ話が続く感じで出てくるんだけどね、かっこよく。あっちに出てて、こっちには出ないっつったんでしょ、だから。うん。で、それで、スーパーマンがいない世界っていう、まあ、ことなんですかね、もしかすると。うん。だからまあ、彼女が出るって。ゾッと将軍が来る世界は、ベン・アフのバットマンの世界なのかな、あれ。だからそれであそこにだからスーパーマンがいないってことなんですかね、もしかすると、まあ、そういうことだよね、もしかするとそういうことかもしれないですね。もうあの世界だから多分ベンアフのバットマンがいる世界だよね。そうそう、だからまあまあだからバットマン対スーパーマン、ね、マンオブスチールの世界だけどいないってことね、ちょっと来るけどスーパーマンがいないってことなんじゃないの、まあもしくはそこに、まあ、今回のあのスーパーマンスーパーガールらしき女の子、うん、彼女の存在だけは知っていて追っかけてくるとか、まあいろいろあるのかもしれないね、うん、今回ね、うんうん、あいつを渡せみたいなことを、まああの時はあれか、うん、名前をばらしてこうやって俺と戦えみたいなことをやってくる。そうですね、そうですね、うんうんうん、だまあいずれにしろいやわかんないですよ。これにはヘンリー・カビルのあの彼があのマン・オブ・スティールの彼がもしかしたら出てくれば別にね、なんてことはないシーンなのかもしれないですけど、あのゾット将軍のシーンにしても、うん、いやゾット将軍も使い回されるね、本当ね。すごいよねこの人ね、本当にマイケル・シャンのまあ、まあ、違う映画の中でなんかやたらこすられますよ、ね、すごいよね。怪物を生み出す種になったりとかさ。まあまあ、だからそれぐらいゾット将軍も人気あるってことだと思います。すごいね。マン・オブ・スティールの頃よりはるかにその後に作られた作品の方が、ゾット将軍楽しいよね、見ててね、ほんとね。いやー、だから、意外に多分、いや、俺もだから見てないから、他のいろんなのを。うん、だもしかしたら多分これ見ただけで、あ、これだってなる人多分いっぱいいるのかな、まあ、まあいるかもしれないけどね。うん、いや、それはまあ漫画、もっと詳しい人は多分いろんなネタ、あ、これとこれかみたいな感じはあるのかもしれないね。うんうん、コミックのこの設定をもっと活かしてみたいなね。うん。うん、もう多分明らかに絵面見た時にっていうのはあるんでしょうから、多分ですけど。いやもうマイケル・キートンよかったね、本当に。もう最初のバットマンやってる頃よりさ今の方が目がやばいからね、だってキートンは。あれね、それは役柄がそういう役やってるだけで、目は多分ビートルジュースの頃から変わってないですよ。あのね、アメリカンアサシンとか、まあ後ろにいるね、大ちゃんの後ろ、ファウンダーとかですね、あとはバードマンとか、あとね、あのスパイダーマンの時もちょっと目がね、やばい、今日はなんか経営者になってたじゃないですか、なんか顔つきが。
もうね、年を重ねて、そのシワの数だけやっぱり狂気も増えたんですよ、それよかったよ、本当に。もは。ただもう、問題なのは、そういう役ばっかりにちょっとなっちゃってるから、う。たまにはいい役やった方がいいんですよ。もう本当に怖い人になっちゃったからね、もう最近やってるや、もうや一る役時やる役が期、いいね。上司とか、なんかお父さんの役、多かったんですけどね。だね。からその、やっぱりバードマンからなんですか？いちょっとやー、言っちゃってるそう、感やじっぱりの。多分作る側が、どっかでバットマンみたいなことやらしたいっていうのが、多分あるんだろうね、作る側の方に。ビートルジュースの人でしょ？ってそういうことでしいょ？だや、かもうあんな手がベローンになってる頃はもう誰も覚えてないから、なんか、ショータイムっていう。いや、でもあの笑顔とあの目はビートルジュースのノーメイクでやってるだけですよ。いやー、ちょっと楽しみだね、これは。ちょっとこれは久しぶりにちょっと予告編で血が燃えたなんかね。いや、やっぱりね、俺は今一つ肩身が狭い DC が好きだね、やっぱね、これアメコミヒーローもの。なんか DC が好き、やっぱり見てると。だから、せっかくね、その、まあ、ごたごたあるにせよ、ヒットすればどうにかなりそうな気するんすいけどやー、ね、もうだなんとから、なくですけ本当ど。にね、今ちょっとストップかけてる経営陣というか、あれをやっぱこうっと意見を翻させるために、やっぱこれ、どっかで大ヒット出すしかないよね、本当ね。ね、それでもう一回、じゃあちょっと最初の当初のプロジェクト、まあ方向性、ちょっとまあ少しこれをまたアレンジするけど、それになんか沿ってやらないかみたいなことがね。いやー、なんかこうやって見てると、なんかこれ DCA が好きな人とか作ってる人はどうもなんかちょっとあれだよね。ザック・スナイダー系のやつがどうも好きな人が多いよ。なんか見てるとね。でも今回はそれをだいぶ変えようとして明るめにしてんじゃないですか。その、話的にはね。トーンとしては、まあ、服のデザインとか含めてはもう、ほら、あそこからなかなか、まあでもスーツ変えてるからね。ザック・スナイダーとジャスティス・リーグの時のスーツと違うスーツでまた着て、ちょっと漫画、最近の、なんだっけ、ニュー52って言うんですよ。なんか最近のコミックのやつ。まあ、これの陣頭指揮取ってんのが、なんとかスナイダーさん？だから映画の脚本とか、その、大バカもその人がやってるんですよ。コミックのその人がやってるらしいんですよ。最近のシリーズのやつ。マーベルでいうケビン・ファイギーみたいな人が DC にも一応いるみたいなんで。だから、で、その人がやってるコミックの、フラッシュはスーツ着てるから、だから、なんかなんていうんですか、その暗めの方からはちょっと変えようとはしてるんじゃないですか。ブラックアダム、アクアマン、フラッシュ、シャザム。ここはもうだって完全にちょっとそこと話してんじゃないですか、その、ザック・スナイダーのあの世界とは。だから、なんかね、もうちょっと、ただ、かといって、マーベルみたいに全部、その、ああいうノリにされても、なんていうんですか、多分、DC は DC のオリジナリティ出した方がいいとは思うんですまけあまあど、ね。暗いって言うんであればね、それはそれで残した方がいいと、同じことやってもね。いやー、ましとね、まだ予告編だけで、まあこれからね、第2、第3の予告編で、まあ、大ちゃんが言ってるキャラクターがね、出てくる可能性があるんで、ね、これから。いやー、まあちょっと、まあ俺はかなり楽しみですね、これはね。6ね、月でしたっけ？6月16日、日米同時公開。まあ、ということでね、ちょっとまた、まあ、見たら、大ちゃんに報告する回でも撮れますかね。大ちゃんはね、映画館行かないから。ということでね、今回はザ・フラッシュのね、映画の予告編が、今回アップされましたので、そちらを見ながらの、まあ、即席の感想、トークという形でお届けしました。まあ、こんな感じでね、ちょっとね、こまごまと、今時のネタをですね、狙ってたまにちょっと頑張ってみますんで、ぜひ、動画の高評価とチャンネル登録を何卒よろしくお願いします。
大ちゃん、無理を言って引っ張り出して、本当すいません。ありがとうございました。いえ、また次回お会いしましょう。どうも、ありがとうございます。お願いします。お願いしますじゃね。ありがとうございます。コメントも待ってます。ゴールデンアーチ、ゴールデン